ったっけ。Thank you.
おー、びっくりした。うわ、すごい。お金。これ食べれる？もしかして。うん。金。うんと、縁がないからな。牛乳かりんと。牛乳かりん。いや、もちもち買えないからね。駄菓子屋さん。あ、でも一応クレジットは使えるのか。ん？クレジットは一応使えるんだね。よし、食べに行くか。よし、肉、肉、肉。あれ、ガチャポンがある。ガチャポンがある。こんな片隅にひっそりと。やっぱりレトロだな。うん。面白いじゃん。え？シュール。シュールだな。結構高い。こういうのは好きなマニアの人なら絶対ガチャガチャポンだと思う。一部のマニア。メロンソーダとかね。うん。一部のマニアに似てくる。一部のマニア。おー、車とか。あれ持ってたんじゃん。持ってたな。え？どれ？あ、飛行機みたいな。あー、あったな昔。うん。紙の飛行機みたいなね。うん。あったね。昔あったねそんなの。よかったわあれ。うん。でっけえ車もあるね。うん。そういう顔の少女漫画も人気で好きで。うん。新幹線初期型だね。初期型ゼロ系。だいぶ珍しい。え？こういうの。そんなでもない。いや逆に人気があるからよく写真とかおもちゃとかあるよ。ああ。カエルもあったね。あったね。カエル。なんか見たことがある。なんか風呂場に置いてあったなこの。もうまさに博物館だな。懐かしい。あのタイ。風船もね。おー、初めて見たけど、あの着せ替えによく。あの飛行機とかも売ってないのかな。あ、どっかにあるんだけどな。いや、だってそれやろ。あ、うん。売ってないだと。売ってない。売ってないみたいだな。懐かしいな。ソフトグライダー。盗まれないのかな。ゼロ戦とか懐かしい。いや、そんなの飛ばして遊んだの。うん。今はまだ子供が少ないからね。うん。まあ俺大人になってもあまり変わらないけど。推し活してる人が思ってる。ああ、あの人に買ってあげようか。誰？あ、こういう人？いろいろ。いや、なんか逆に侮辱止まれそうだしな。ギラ読んだよ。ちょっとくらいだ。ピストル。あ、これがいいって、リオちゃん。あ、これ。あ、売ってんじゃん。売ってる。あ、これ。2人でこれ見せる。見て。本当だ。あ、ちょっと見て。あったね、これ。これで飛ばすの。売りましたね。なんかつけてね。うん。ちょっとピアつけて。あ、ちょっと見て。これどうって。これを買うと全部なくなるけど。先っぽに粘土つけて回答するもよく飛ぶよ。これにする？じゃあそれ返してもらう。これ買ったらおしまいになる。行く行く行く。出て出て。邪魔だから。見くぼしみたいな。
じゃあ、もう待って、はい、ラムネ食べます。今度はこちらが50食べれる。もう食べれるの。懐かしいこれは。うん。懐かしい。懐かしいこれ。本当に懐かしいのか。うん、懐かしい。逆に見たことないんだけど。ない。こっちはあるけど。ああこれね。でこれコンビニで売ってたし最近まで。ああ。だそうだよ。うん。帰ったこれ見てみるか。なんかドラえもんに似そう、モジュール変身する、うん、あれ消防なの？あ、消防ありますかね。あ、なんか上しか見えない。消防見てる。一瞬青ちゃんを、はい、うん、ここは日本一の遊園地って答えるわけだからね。うん。で、ふーちゃんとしたらやっぱ日本一の遊園地といえば自分の家。なんでだ。どういうことだ。自分の実家。あ、これやっぱもちろんあれだよ。福井県の恐竜博物館。あ遊園地ですね。遊園地だね。あ、博物館。展示館。え、何がゴジラ？ゴジラ怖い。ゴジラ怖い。ちょっと。ほらゴジラだ。俺もゴジラみたいなもんだけど。なんでだ。いつも大して変わんないだろう。そうかや。うん、空き巣に注意。うん、そうだな、気をつけなきゃな。どこにいる？どこにいるか。どこにいるかわかんないからな。今度来たあれがゴジラじゃなくて別のになってるかもね。よし、また乗ろうな。うん、ゴジラ。また忘れられる。ありがとうございました。見てく。なんかさ、この炎の中にさ、入るのに戦お菓子か。お菓子。お茶って書いてある。お茶か。茶っぱ。なんだろうな。たっけな。うん。トイレはこちらです。うん、ちょっと向こう立ってみて。向こう向いて。入って右が男子トイレ、左が女子トイレ。誰でも
運転する？せーのとこいつが切り替わってるはず。何してんの？何ごっこしてんの？白でもこんなのあったよね。かぼちゃ電車を展示したの。中も行ったよ。中も行ったことある。おお、三つ星か。おー、すごい動く。エンジンかかったらびっくりだな。うん。